はい、どうも、こんにちは。今回はまた逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、飛び出しナイフを中心に、中心って言ったらあれだけど、この 刑事局長が来て、いろいろあったわけよ。この正しき道夫が、2回殺されてるじゃないけどさ、同じ時刻にさ、正しき道夫さんが別の場所で殺されてるみたいなわけわかんないことになってて、何なんだそれっていうことを明らかにするためにまた調査パートに来たね。やっていこうか。私、警察局の事件はどうでもいいんです。だって被害者の死体が見つかったのここですからね。 警察局で殺害されたのも正しき道夫なんだけど、私信じられないんです。あのお姉ちゃんが。そのドラム缶、中は空だったのだろうか。そこに そこに納得いかなかったの？てか単純にその 俺も前予想したけどさ、検事局にさ、何かしらこの罪をかぶせたかったんじゃないの？その、なんか、いや、い、あんま、好かれてるわけじゃないんでしょ？光剣とか。この巴さんもそうだけど、あんま好かれてないんだったらさ、多分、ねえ、そういうことじゃないの？お姉ちゃんが現場の痕跡を消そうとするなんて。なんだかんだ言っても好きなんだな、巴さん。そういうのじゃありません。ただ、同じプロとして、信頼してるんです。高校生が何なんか言ってるぞ。でも、結婚があったにせよ、なかったにせよ、アニョハせよ、ドラム缶の水で全ては消えた。今更もう。私の科学を舐めたら、体に毒ですよ、なるほどさん。なんだよ、その不敵な笑いは。そんな時こそ、これの出番です。ルミノール試薬。指紋でも出んの、これ。ルミノール試薬。結婚ってちょっと洗ったぐらいじゃ消えないんですよ。目には見えなくてもね。でも、そんな検査ならやってるんじゃないかな、警察も。大事なのは自分の目で確かめることです。まあ、確かにね、もみ消されてる可能性もあるからね。ささ、とにかくやってみてくださいよ。僕がやるのかよ。だって私ほら未成年だし。関係ない。じゃあほらほらほら、このメガネかけるかける。え、そのメガネもう一本あったの？あ、お前、ってか、お前これ普段からこれつけてんの？ つら。こんな真っ赤になったらつらいな。血液反応を調べたいところに薬を吹きつけるんです。ほら、こんな風に。おお、めちゃくちゃ空中に振ったけどね、今。丸ボタンで薬を吹きつけますから、さあさあ、これで結婚を探してみましょ跡が残ってんのかな、じゃあ。どうよ、ここら辺怪しいでしょ。え？ちょっと。ありますね。そこだけ？めちゃくちゃちょっとじゃん。メガネ越しに青白い光が浮かび上がってきた。もしかして、これが結婚なの？なんか生々しいよ。なんで声が震えてるんだよ。実は実際に見るの私も初めてなんです。頼りない科学捜査官くんだな。とにかく、確かにこれは結婚ですけど、なんか気になりませんか？ある種科学的に。まあ、なんか少ねえよな。一、二滴ぐらいしかないもんな。結構、まあ、量でしょう。犯人と正しき捜査官はここで格闘したわけだよね。その割には結構の量が少なすぎるような気がするな。私もそう思います。だって、被害者の靴の底にはこんなに血がついてるのに。確かに、不自然だ。ここで格闘があったのなら、血の足跡がなければおかしい。確かに。私、絶対移されてんだったから、警察で死んだものを移されたんだよ。結婚を見つけたら、こうして、上便図、もしくは上便図に書き込んでいきますね。上便図かな？ね、なかなかやるでしょう、私。確かに、便利だね、ものすごく。小遣い貯めて買ったんですからね、これ。いいね、そういうお小遣いの使い方できるのいいわ、そういうのに。なんかさ、お菓子とかじゃなくて、同じ趣味ってことには変わんないけどさ。警察は全てのデータを提示してくるとは限りません。
都合の悪い証拠は黙っていることがあるんです。その隠された証拠を自分たちで暴き出す。ねえねえ、やってやるって気になるでしょ。気になるところがあったら使ってみよう、こいつ。あ、その薬、刺身弁当にも反応するのかしらね。お教師さん、信じられるのは自分の目。気に入って、ちょ、お前かぶっちゃった声が。信じられるのは自分の目。気に入ったよ、あんた。お、刺身弁当だ。血塗られたこの刺身弁当、お経のおごりですわ。すいませんけど、その紹介じゃ食べられません。お経さん、これ味方なんのかな。やってくれましたわね、今日は。すいません、でも分かっておりますわ。悪いのはこっち。お経さん、私が事件を目撃したのはあの守衛室のガラス越しでしたわ。でもそれを言ったら証言が薄味になってしまう。どうしても濃い口醤油を足したかった。ごめん、あすわせ。ひどいじゃないですか、そうつくなんて。いいかよ、お嬢ちゃん、忘れてないだろうね。目撃した場所は違ってもお経ははっきり見たのさ。ほおずき史跡検事の殺人の瞬間を。この証言はまだ生きている。ああ、捜査官として違ってもいい。あの女は正しきを刺したのさ。この写真、その意味を確認した方がいいな。写真持ってたっけ俺ら。写真持ってないんだけど俺。お、なるほど。写真持ってないんだけど。お前その写真とか言うけどさ、持ってないんだって。ちょうだい俺の写真、その写真を。お京さんだったんですね。お京さん刑事だったんですね。2年前まで。懐かしい話ね。こわもての有機者の方々も一度私の前に出たら、子供みたいにゲロしたモンスターね。あ、ゲロまみれってそういうことか。なんかその、あの、吐く、その吐くってことでね。その自分がやった罪を吐くってことでゲロってことかな。あ、自白のこと。みんな洗いざらい喋り散らかしたものですわ。何しろこう見えて私、天女にもなれますのよ。そうみたいですね。彼らのバッチリ話をずるずる引きずり出すうちに、いつしかこう呼ばれていましたわ。ゲロまみれのお経。お経さんは真実のかぐわしい香りを身にまとっていると。確か解雇クビになったとか言ってたね。なんか三剣にクビされたみたいな。あ、ケンジさん、確か。じゃ、三剣がってるもケンジにってことか。あの事件のせいさ。 SL95 事件。 SL おいおい、バチかぶれしてんじゃん。俺らがやった、あの、なんだっけあれ、6号事件。もっと詳しく聞けないか。え、聞けないかということ。突きつければいいのかな。思ってそうだけどな、これ。あ、この時、このメモ見せた時はもう京香さんいなかったか。どうよ、 SL95 事件。このナイフに、そしてメモ。正しきはね、あの事件の捜査担当の責任者、刑事部長だったのよ。そうだったんですか。このナイフはあの事件の証拠品、凶器だった。まさに正しきが殺された日に申し送りされる予定だった。やっぱりあの事件はまだ終わっちゃいないのさ。 SL95 事件、もっと詳しい情報をいただけませんか。はい。あー、これ聞けんのかな。聞けんのかい、聞けんのかい、聞けんのかい、聞けんのかい。ダメこれ、これじゃ。ああ、変わんないわ。もっと詳しく聞けませんか。もっ
と詳しい情報いただけませんか。詳しい情報いただけませんかで終わんの。話変わってないし、だって。え、どういうことこれ。どういうことこれ。あ、ああ、証拠そっちの話かな。2年前までは私も持っておりましたが。あ、そっか。ギルまみれだったわけですからね、当時は。この ID、この駐車、あ、じゃあ、この ID、この駐車場で見つけたんですけど。間違いございませんわね。正しきのものですわ。でも、警察局で殺害された捜査官の ID とも一致しているんですよ。ありえませんわね。風にバッサリ割り切れれば楽だよな。けど、お京さん教えてよ、SL9 を。教えてくんないんだもん。え、なくないっすか、これ。調べるか、じゃあ。これ吹きつける、どうすればいいの、これ。あれ吹きつけるコマンド、何これ、吹きつけるコマンド、どこ。あ、これからしようか。え、使っちゃうぞ、これ、じゃあ。え、これ使っちゃっていいっすか、じゃあ。おいおい。あるでしょ、これ。ちょっと無駄遣いすぎかな、これ。あるっしょ。そっか。こっちが、ああ、ついてる。ついたよ。血ついたよ。なるほど。あ、何回もかけないとダメなんだ。この血、やっぱり、ともえさんが。お姉ちゃんは犯人じゃありません。でも、君に電話をかけてきたんだよね。事件が起こった瞬間に。実際、右手に包帯を巻いていたわけだし。もう、なるほどさん、どっちの味方なんですか。そういう問題じゃないよ。ともえさんの手、血で汚れていたことになる。厄介だな。他なんかないの。ないっすかこれ、ちょっと。もうこの、BGM 乗せちゃうわ。あ、ずれたな。音ゲーになっちゃってる。音ゲーになっちゃってるから。おもろいな、でも音ゲーとしての、あれもおもろいわ。え、どうすればいいんだろう。一旦他のとこ行ってみるか。一回他のとこ行くしかないよな。こいつ話さないもんな。まあいろいろ行ってみるか。でもなんかあるとも思えないけどな。理由事情ないね。ん、警察局側の犯人が逮捕されたはずだよな。後でまた来てみましょう。なんか、やっぱり、殺気立ってるな。でも、その正しき捜査官なら同時に検事局の駐車場でも、これどこだ?あ、ちょっと違うぞ、入り方が。昨日よりさらに慌ただしい気がするね。目にも止まらないスピードで走り回ってますよ。これ話しかけないか。もらったパンフレットにあると、あ、こっちですよ。ちょっと覗いてみましょうよ、殺人現場。いけんの?いけんのかい。わ。なにこれ。でもあれじゃん、なんか西部劇っぽいじゃん。結構西部劇が侵食してんじゃん。なんだこの極めて趣味性の強い空間は。パンフレットによると、保管室前警備室ですけど、じゃあ、あのドアの向こうが証拠監視殺人現場か。そういうことになりますね。どうしたの?このサボテン君の存在感に圧倒されて考えがまとまりません。やれやれ。そもそも警備室なのに、どうして警備の人がいないんだ。警備の人、大体想像はつきますね。まあ、つくわ。確かに。一通り見るか、でも。めっちゃ酒飲んでんじゃん。仕事中だぞ、お前、おい。さあ、張り切っていきましょう。開かない。そりゃそうだろうね。
じゃああれじゃん。ダメなんだっけ、あいつ。糸の子さんか。もう糸の子さん忘れちゃうのか、俺。悲しいな。ザイモンさんか。どっちかしか。こんなところに投げ縄がありますよ。なんか、罠っぽいムードが漂ってるな。罠っぽいね。あ、できました。罠げな投げ縄。客から読んでも同じです。いいじゃん。そりゃ、すごいね。証拠監視の映像が映し出されてるみたいだ。あ、じゃあもうそれ見ればいいじゃん。モニターの下にランプが光ってますよ。録画中って書いてあります。パソコンで出入りする人をチェックしてたみたいですね。俺ら大丈夫？見られない？これ。危なくないか？酒多いなぁ、てか。ダメだろ、これ。これ、テレビに取り上げられたら炎上すると、炎上っていうかもうなんか、かなりやばいよな。警備員さんの服が吊るしてあります。制服じゃないことは確かだね。革のジャンパーに革のズボンに革の、あれ、これ何でしたっけ？パンチ、ピンチ、ペンチ。あ、ポンチ。今一つピンとこないな。ポンチョだけど、もう少し黙っておこう。惜しいな。かなりチクチクしますね。本物かな、これ。このでかいのが一個あれば十分だと思うけど。このサボテン、お姉ちゃんみたいですね。おお、ネガティブなるな、お前。どもえさん？冷たくて、硬い殻をかぼって、さらにトゲで身を守って。お姉ちゃん、そっくり。重い重い。悪いけど、どう見ても、ともえさんには似てないよ。私も雰囲気で言っちゃいました。何その終わり方。ああ、西部のサルーンみたい。このスイングドア。でも、釘打ちつけてあるぞ。入れないよ、これじゃ。だってほら、ここから入ったらサボテンが倒れてきて、チクってなりますから。チクじゃ済まないぞ、きっと。使ってろぞ、ここあるぞ、血の跡ぐらい。まあ、俺とんでもない武器手にしたんだから、手にしたんだからな、お前言っとくけど。見てみろ、これを。違う。そういう見てみろじゃない。あれ、吹きつける。ああ、ちょっとごめんなさい。違う。おい。あるんだろ、これにちょっと。おい。BGM ないからあれだな。乗れねえわ。お！ちょっと。ちょっとこれ。おいおい。やっぱ、冴えてんな、俺。冴えてるわ。わ、こんなところに反応しましたよ。綺麗に血がついてるね。サボテンの棘の周りに。この部屋散らかってるから何かにつまずいて、ぐさっと額でも突き刺さったんじゃないかな。ある意味殺人より痛い事件ですよね。あ、そう、ポップな感じ？もしかしてそんなポップな感じで終わんの？ちょっと違うなぁ。想像してたの違うなぁ。びっくりマークのなんか、これってなるかと思ったけど、そんなポップな感じで終わるんだ。どうしよう。変わんないもんな、こいつ。見つるよ。今日もしゃれてますね。明日もしゃれてる。いらっしゃい、いらっしゃい。で、みつるぎさん、実はあるんじゃないですか、これ。ちょっと。やっぱ、みつるぎはやってないよな。まあ、みつるぎはやったいだろうな、まあ、そら。これどうすればいいの、これ。これ、京香さんでしょ、多分。変わんないし、多分。これ長いやつだっけ？やべ、ミスったな。どうやればいいんだろうな。SL95 事件について詳しく聞きたいみたいな。あ、DL65 事件か、俺らやったな。SL95。詳しく聞けないか。持ってないもんな、別に。 SL95 情報突きつけたのにさ、あれだったんだよ。特に進展なくてさ。ルミノール試薬やってみる。
これ見ていただけますか。そちら。はい。明かりは放置者でよろしかったかしら。あ、どう見る気はないみたいな。ああ、そういうこと。放置者の話すんなよ。しっかり話すじゃん、放置者の話。これ SL 情報ないんだよな。どこ SL 情報。いや、これ突きつけんじゃん。でも、これで普段だったらいけるはずなんだよな。でも、もっと詳しい情報いただけませんか。で終わるっていうね。わけわかんなくない。もういただけるじゃん、普通に行けば。いただけないの。進展ないもんな。ちょっと待ってよ。おい、逮捕くん。逮捕くん、まさか血ついてないよね。逮捕くん。逮捕くん。おー、逮捕くん。よかったね。京子さんどうすればいいんだ、これ。これもう、ここ意味ないんだよな、ほぼ。なんも話広がんないからさ。さっき調べたしな。もう一回ちゃんとやってみるか。これ怪しいけど。ないもんな。ないよ。待って。もう話せよ、お前、いい加減。何があんの？なんかある？ダメだな。は、SL 情報ないんだけど、俺。だってあのおっさんからもらったの、このナイフしかないもんな。別に。詳しく教えていただけませんか？これバグってない？これ十分じゃん、入りとしては。ちょっと思うけど。あ、石鹸様は今日共有してなかったのかね。全部やってみます。じゃあ、あごダメだ、上がりだ。ちょっと待ってよ。いや、もうないもんだって。もう SL 情報しっかりあんじゃん。なんで喋ってくれないの、お前。喋れよ。逮捕見ちゃったし。もう、お早送りいいね。いや、これだってないもん。ちょっと待って。あ、アスファルトの上に落としましたのよ。その時聞いたんですか、マフラーの一言。そうですわね。まさかあんな罠があったとはね。赤い剣士様の車のマフラーと石鹸様の赤いマフラー。トマさん、本当は何を伝えたかったんだろう。ふわっと終わったな。だから突然に現場に向かったわけです。犯行を止めるために金網まで乗り越えて。その時撮ったのがこの写真。つまり事件発生から5分ほど経った後。その5分が問題だった。証言の隙になるからね。でも本当のことを証言するべきでした。私はね、お嬢ちゃん、もう二度と。あ、 SL っぽくない？自分の証言がなかったことにされたくなかっただけなのさ。あの事件の時のように。あの事件、これ話すでしょ。おいおい、京香さん、もうもったいぶらないでよ。思い知らされましたわね。私たちは所詮捨て駒に過ぎない。捨て駒？
2年前のことでしたわ。あれは大きな事件だった。濃いなメンツが。私たちは決定的な証拠をつかもうと必死でしたわ。これ右のやつが正しきかな。解決しなかったんですか。いいえ、きれいさっぱり解決しましたわ。犯人は逮捕され処刑された。処刑。結果には問題はない。犯人は当然の報いを受けたのさ。ただ問題は決定的な証拠はなかった。え、でも犯人が処刑されたということは作られた証拠品。それってまさか捏造ですか。事件が片付いて数ヶ月後、捜査に関わっていた刑事は全員何らかの理由で整理された。ある者は純粋格下げされ、ある者は免職になったり。それがお京さんですか。あなたたちがよくご存知の殿方もいらしてよ。もしかして左衛門京介捜査官。おっと、今は署内保安課の巡査さんだっけね。私たちは刑事としてあの事件を必死に捜査した。特に京介の執念はすごかったね。そして事件が終わってあいつは巡査に格下げされた。でもあいつは今も忘れていない。そしてこの私も。 SL95 事件ですか。あの事件には裏があった。私たちはそれを追っている。上層部の連中にそれを止めることはできないのさ。あ、もしかしてそのお弁当は。私がこの呪われた検事局に弁当を売りに来る理由は一つ。捜査に力を貸してくれる昔の男たちに会うためさ。京さんの彼か。事件に関わる捜査官たちが消え、証拠品が現れた。関係じゃありませんよね、絶対。坊や。何ですか。どうやらこの事件本気で調べるつもりのようだね。ええ。はあ、美味しそう。ちゃんとした弁当来た。これを持っておいきなさいな。ステーキ弁当ですか。餌に釣られて協力してくれる男がいるだろうさ。ザイモン巡査の元気と減らず口の元って書いてるけど。あの、お京さんとザイモンさんはその付き合ってらっしゃるんですか。どうしてそんなこと。ザイモンさんどうしちゃったのかなって。昔お姉ちゃんと組んで捜査してた頃は優しくて、あの二人とても仲が良くて羨ましかったんです。それに私のことも可愛がってくれたのに。ザイモンさんが捜査官だった頃の話かな。それなのに今になってなんか冷たいんです。まあその前に事件かかってるからでしょう。検事を恨むってことじゃないの。京介と私は協力して捜査をしているだけ。過去に決着をつけるために。それ以上のことはわからないね。そうですか、ありがとうございます。ザイモン京介か。ザイモンあそこいるかな。ああ、お前から。相変わらずピリピリした空気が漂っているな。ください。あれ、この声。ステーキ弁当一つください。あれ、あんたたち。どの子刑事。話は後っす。刑事の鼻を舐めちゃダメっす。とりあえず弁当ランドのステーキ弁当を。これですか。売り物じゃないんですけど。がっくりと音が聞こえてきそうだぞ。いや、落ち込むのは後っす。犯人が倒された今必要なのは証拠っす。犯人、どういうことですか。警察局の証拠保管室で起きた事件のことは聞いてるっすよね。聞いてます。そろそろ終わるか、ちょっと伸びちゃった。建築部の駐車場で捜査官が刺殺された同じ日に。
ありましたね。おお、警察局をひっくり返す大スキャンダルっす。その後刑事、それで一体犯人は、とにかくステーキ弁当が食えないと知った今、だいぶここでおしゃべりしてても腹が減るだけっす。あ、ちょっと待ってください。詳しく知りたければ留置所に行ってみるっす。取り調べが一段落して独房ですすり泣いてるはずっす。じゃ、じゃあ絶対財門じゃないこれ。これだってさ、なんかさ、大スキャンダルっすって言ったじゃん。これ絶対財門じゃないの。警察局内でさ、なんかその、なんていうの、揉めた的なさ、そういうことでしょう。多分。でも私、ほんの少しだけ安心しちゃいました。だって正しき刑事さんを刺した犯人捕まったんでしょ。まあ、そうなのかな。議論するのはやめておこう。こんがらがるばかりだ。なに?キーン。何ですか今の。だから本官はあの、加害者、お前かよ。むしろ、本官はこの、被害者と言うべきであると、その、お前かよ。さ、次回さ、話からできるかわかんないからさ、ここら辺で一旦切るわ。おい、どのタイミングでもセーブできるんだよ、このゲーム。素晴らしくて。どのタイミングでもセーブできるから、ごめん、じゃあここで一旦切るわ。うん、じゃあ、あざした。